はい、今日は帯広からくしゃら湖まで行きます。途中途中で、自然のところを見に行ってきます。はい、音更に来てます。はい、ここが夏空公園になります。ロケ地になります。はい、はい、ごめん、よっしゃ。こちら、夏空のお菓子店を、再現しています。あ、本当に今でも営業してそうですね。美味しそう。はい、ここに、とっても美味しい、龍月の工場直売店があります。朝から並んでるのは、三宝六の切り落としを買うためです。はい、並んで買った、三宝六いちごの端っこ 500g 400円です。内体牧場敷地内に入っています。広大です。はい、内体テラスに到着です。はい、はい、ここではソフトクリームが大人気です。何を食べるかな。はい、道の駅アショロです。はい、アショロといえば松山千春ですね。空に燃える
はい、いろいろ記念があります。はい、見えますか、松山千春、現在故障修理中で歌ってもらえませんので、なおじいが歌います。果てしない大空と広い大地のその中で、はい、今日の昼は、セイコーマートで買いました、愛別産舞茸のおむすびと、ネギトロわさび入り、そしてフライドチキンになります。美味しそうでしょう。はい、阿寒湖の、第一駐車場に車を止め、阿寒湖の方に向かいます。この橋を渡っていくと行けるみたいですね。はい、森の小道で行きます。道あるこの先。はい、あ、あるね。はい、この道で行きましょう。はい、では阿寒湖遊びに行きます。はい、ではボッケの方に行きます。1キロ歩きます。お、登山気分で歩けます。はい、熊笹の中を歩いてます。はい、分岐がありました。ボッケ方面に進みます。だいぶボッケに近づいたのか、温泉の匂いがしてきました。はい、ボッケまであと 220m 地点。こっからは、このような木段、あとは、木の廊下を歩いていきます。ボコボコもありますし、湯気がすごい立ってます。温泉の匂いがします。
リモです。マシューコに来ました。では、テラスの中から見てきます。はい、マシューコの展望所にはこのように、ゆっくり座って見れるところができています。こちらでは食事をしながらも、マシューコが見れますよ。こちらはマシューコの第三駐車場からの眺めになります。展望台まで歩きます。マシューコです。はい、クッシャラ湖と、硫黄山です。はい、硫黄山に来ました。はい、黙々に近づいてきました。すごいですね。ゆみちゃんが火山と戦ってます。頑張れゆみちゃん。硫黄山にも、ゆで卵売ってて先ほど食べました。1個150円でした。
はい、3日目お世話になる川湯温泉の KKR 川湯になります。はい、今日購入した北海道のお菓子です。このパンも珍しいですよね。柔らか羊羹です。そして今日朝並んで買った、三方六のいちご味の、500g ですね、400円で購入いたしました。これを、少しずつ食べていきます。